岡県のギャラリーのロペコです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらは編み物の作品で、可愛い編みぐるみマスコットタイプのものをご紹介していきます。黄色のカエルさんです。紐がついてるのでバックチャームとしてもお使いいただけます。アップでご紹介していきます。こちらお花の飾りです。後ろからです。黒猫さん、紐がついてるのでバックチャームとしてもお使いいただけます。お顔と、そして大きなイチゴの鈴、肉球もあります。背中、尻尾もちゃんとあります。黒猫さん、キーホルダー金具がついています。そして鈴もついています。お顔です。そして蝶ネクタイ、お座りしたポーズです。尻尾もちゃんとあります。コロンと丸い小鳥です。ストラップタイプです。そして鈴がついています。セットするときはカニ缶を取り外してください。丸い形が可愛い小鳥です。そして羽の部分、尻尾です。ちょこっと足も刺繍されています。お店の入荷情報ページは動画に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。また、のろぺこでは、常時委託作品も募集しています。全国の作家さんの作品をいろいろお預かりしています。詳しくはお店のホームページの方でご覧になってみてください。You can now order from an overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything.With answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop. https://min.com/@norabiko